本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。本の話ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。今日はですね、スペシャルゲストをお招きして新刊についてのお話を伺っていきたいと思います。なんと北海道からお越しいただきました桜木志乃さんです。どうも、スペシャルゲストの桜木志乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜木さんとはあれですね、川崎明子さんが直木賞を受賞された後、はい、札幌でお二人に記念の対談をしていただいた時以来。そうですね。ご記憶ですか。はい、2月ですね。雪がまだ、はい、結構降っている札幌。そうなんです。あの時石井さんラッキーでしたよ、はい、日帰りでしたよね。日帰りでした。あの次の日に来ることになっていたあの二人は欠航ですもん、はい、そうです。便が欠航して羽田の便が出なかったんですよね。もう雪で来られない、はい、日帰りであの時期に2月に、2月に日帰りで東京から来て帰っていける、はい、まあ、何か持ってないと。あの二人は持ってなかった。でもここにいるんですけど ね、 私の愛する内藤潤と秋月先輩、はいはい、今回の5本の担当者で、はい、です。来られなかったのに、まあ、我々だからオール読み物編集部員は無事札幌に伺ってしっかりと二人の素敵な対談を、天が味方を、そうですね、持ってるということですよね。持ってるんでしょうかね。その時の桜木さんが、はい、北海道の後輩川崎明子さんに3つのアドバイスをされた、はい、しましたっけ。覚えてません。アドバイスというほど大層なものでは。編集者の言うことを聞いてはいけないという話といけないまで言いましたっけ。自分のペースを守りなさいっていうことと、はい、うん、ゴールではなくて今日がスタートなのだという、はい、そういう素敵なお話を。それは多分私が先輩に言われて大切にしてきたこと、はい、のような気がしますけどね。というですね、うん、というとなんかいい話ばっかりの対談のようにも見えるんですけど、はい、本当に実際は報復絶倒、笑いあり、そして涙もあり。涙もありましたか。川崎さん大変よく泣いておられましたよ。桜木さんからそういう素敵な言葉をいっぱいもらって。そうですか、はい、という素敵な対談はですね、オール読み物の3、4月合併号、はい、まだ在庫たくさんございますので。たくさんって言っちゃダメだたくさんありますので、はい、近所の本屋さんで注文していただいて、はい、ぜひこのお二人の対談を読みいただきたいんですけれど、はい、今日、はい、桜木さんが北海道からはるばる東京、うん、文藝春秋までお越しいただいたのは、はい、新刊、はい、新刊です。新刊が発売されました。はい、谷から来た女。こちらも皆さん、はい、オール読み物の愛読者はご記憶あると思います。オール読み物に長らく、はい、まあ、ご連載いただいた短編が一冊に、はい、うん、6本揃いましたね。まとまりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に美しい。ここで皆さんにお見せできないのが残念なぐらい、うん、でも別の画面でちゃんと画像は貼ってあると思いますけど、はい、素敵な想定のご本になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの内容はもう本当読んでいただいて楽しんでいただくということに尽きるんですけれど、はい、まあ、せっかく書いたご本人に、はい、今日いらしていただいているので、はい、この本の、まあ、出来上がるまでのお話を少しだけお伺いできたらと思うんですけど、承知しました、はい、とにかく石井編集長から短編を何か、はい、短編を何かと言ってもらった時に、ああ、氷平線という20年近く前にデビュー本出してくださったのが石井さんで、この人に少し原点回帰で氷平線を意識してもう少しパワーアップしたものを読んでいただけないかなって、多分少しは上手くなってんじゃないかなって、上手くなってあの頃よりも上手くなってるねって言われた一心で書きましたが。ありがとうございます。何その薄い反応。まあ、短編集なんですけれど、うん、はい、一つの長編としても読める。そうですね、一人の女性の人生をいろんな人の視点から、時代を少しずつ変えながら、はい、人を変えながら、はい、まあ、浮き彫りにしていくという、はい、そういう作品になっています。なりましたね。赤木美和という、そうなんです、アイヌ文様デザイナー、そうです、はい、主人公です。全部言わせました。ありがとうございます。本人は語らないんですけど、うん、まあ、彼女が主人公、いろんな人の、うん、彼女を取り巻く周りの視点から一人の女性の人生が浮かび上がってくると、はい、そういう趣向になっておりますが、どうもありがとう。
自分では説明できないんです。一番最初の一編をお書きになった時にはもうこの全体像というのは桜木さんの頭の中にあったんですか？ないです。いつもそうなんですけれど、はい、一本一本後のことをあまり考えないで書いてます。書き終わって少しして石井さんから次はいつぐらいが、はい、っていうお話をいただいて、あ、じゃあその時までに書きますね。で、どっから見たら真ん中に据えた赤木三輪が丸くなるか、片面だけしか見えないんだったら一人称と同じだから、はい、せっかく三人称で多視点で一人の人間をあぶり出そうっていうんだから、はい、できるだけ角度の違うもの、なんだろう、顔形の違うもので見せていった方がいいんじゃないかなと。だから一本一本多分なぞったようなものはないと思うんです。うん、私もですね、うん、桜木さんご自身が次どんなお話になりますかって聞いても、はい、まあ全然わからないとおっしゃるので、うん、本当にお原稿いただいてみて初めて、うんうん、あ、こういう世界が広がっていくのかと。そうですね、はい、あの途中見せたもので、いや、ちょっと分かりづらいの書いちゃってごめんって言ったら、本当に分かんないんですよって言われた、あれがちょっとずっと耳に残ってるんですけれども、はい、本当にいろんな職業も性別も年齢もバラバラの人たちの目を通して、はい、時代もそれぞれです、うん、コロナ禍の札幌もあれば、はい、あれば少し昔の80年代の、そうですね、北海道ペンフレンド募集みたいな話もありますね。そういう時代もあります、はい、少しずつ、うん、赤木美和という謎めいた女性がいろんな角度から描かれていくんですけど、読めば読むほどですね、分からなくなっていく。いいんじゃないですか。もっと知りたくなってくる、はい、もうページをめくる手が止まらないという、そういう一冊にこれなんかあの新しい拷問なんですかね違う、なんか変なプレイなんですかね。いや、これ読んでいただくための、まあ、番組ですから。そうなんだ、はい、読者の方にですね。いや、私自分の本をアピールするの苦手なんですよね。興味を持っていただかないといけないですから、うん、あ、でも読んだら面白いですよ。桜木さんご自身も書き始めるまで、うん、この美和が視点人物の誰かに対してどんな行動を取るのか、どういう言葉を発するのかっていうのは分からない、うん、全く予定していないですし、書くまで分からないし答えも見えないんですよね。だからあのやっぱり永遠の素人って本当なんだなと思って、その時 そのお話のところまで行って見えたものを書いてるような感覚で毎回、はい、次はこれを書きますとか大きな声で言えないんですよ。その通りにならないので。桜木さんの中にもじゃあまだこうどん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 作品が重なっていっても、うんうん、この物語の行き着く場所とか、ええ、赤木美和の人物、うん、こういう人だっていうのは分からないまま書き続けていくという感じだったんですか？人と知り合うってそういうことだと思ってるので、あのいつもね書きながらその人と知り合っている感じなんですよ、はい、向こうは私のことどう思ってるかは知らないけれども、私は彼女のなんか良き理解者でありたいし、同じものを作る人としてなんだろうな、大切な人、自分で作っておきながらね、はい、とても大切なお友達のような気持ちでいます。桜木さんのつまり思い通りにもならない、うん、ならないならない人なんですね。そう、思い通りになった人なんて一人もいないですね、書いてて。まあ、少しでも、ね、書店で手に取ってパラパラっとお読みいただけたら、うん、はい、もう皆さんすぐにですね、ええ、ページをめくる手が止まらなくなる、そういう一冊だと思いますけれど、はい、赤木美和っていうのは本当にですね、アイヌ文様のデザイナーなんですね、はい、デザイナー、そうですね、大変美しいデザインをする、うん、その仕事の模様が描かれる時もあれば、うん、恋愛が描かれる、はいはい、そうですね、出会いと別れ、出会いと別れですよね。旅の風景が描かれる時もあれば、うん、彼女の故郷の風景が描かれる、はい、時もあります。谷から来た女って本当に谷で生まれて、はい、谷で育ったアイヌ民族の女の人を真ん中に据えましたね。書き終えた今、うん、この赤木美和という人がどういう人だったのか、はい、どういう人、今桜木さんにとって、うん、この主人公はどういう人。あ、今もどこかで創作活動をしてると思います。なるほど、デザイナーですもんね、うん、はい、というですね、はい、本当に謎めいたしかし大変魅力的な、はい、一人の女性が描かれていく一冊です、うん、でこれってなんかめちゃめちゃ面白いんだけど、はい、そういう真面目な感じでみんな番組作ってんの、はいはい、真面目な感じで番組作ってます。じゃあ、はい、石井さんのことについて、はい、いろいろと話すとかっていうのはないの？
生粋のマゾだとか生粋のマゾだとか、うん、別にいいですよ。いや私あの、はい、この本さ、聞きたいのよ。共栄戦でデビューさせてもらったじゃない、まあ、デビューしていただいたっていうか。いやいやデビューさせたんだよ。デビューさせました石井さんが、はい、で、まあ、少し時間経ってまた一緒にタッグを組めるということになり、はい、大変だったと思うんですけれども、はい、久しぶりの私とのタッグはいかがでしたか。これも楽しかったですね。ですか。本当に久しぶりだったんですよ。そうでしょ、はい、どうです。私しばらくオール読み物を離れていて、うん、違う部署でいろんな仕事をしてましたので、はい、本当に時々しか桜木さんのお姿を拝見することもなくて、うん、本当に短編の原稿を直接いただくのもう10年ぶりとかそのぐらいぶりですよね。その間、うん、桜木さんは別の担当者とタグを組ん で、うん、そうです。あの今こちらにいらっしゃるんですが、はい、秋月先輩ですよねと一緒にやってましたよね。ブルースレッドってやってました、うん、素敵なご本を、ありがとうございます。書いてくださってた、後半は石井さんだったそうですね。少しだけ、はい、うん、その頃に、うん、まあ、本当久しぶりにオール読み物に戻ってきて、うん、桜木さんのまた担当をと、はい、いうことになって、まあ、何か新規一点新しく何かっていう時に、うんうん、たまたま多分兵平線の話をしていて、うん、ちょっと私自分のデビューした頃思い出して、はい、あの時やりたかったことをやってみたいんだよねみたいな話はしましたよね、はい、そうなんです。兵平線っていう短編集は本当に今読んでもですね、うん、これ素晴らしいクオリティの短編集です。北海道を舞台に、まあ、やっぱりいろんな女性が描かれま す、うん、ますね、はい、一生懸命頑張って生きていろんな仕事をしながら生きている女性の姿が描かれるんですけど、うんうん、あれが30代で描いたものですよ。素晴らしい作品だと思いますよ本当に。今50代もうちょっとで還暦なんですけど、はい、還暦リーチの私が何をあの世界に戻って何を描くかっていうのを、はい、石井さんに見届けても欲しかったんですよね。それがなんか叶って、なかなかほら文春さんってしょっちゅう担当変わるから、とにかく移動がまず、そもそも一冊丸ごとね、はい、面倒見てくれることって少ない。大前提として移動が多い会社なんですよ。泣きながら去っていった担当のなんと多いことか、はい、打ち合わせだけして、うん、お原稿いただくときにはもういないとか、本を作るときにごめんなさいって言って泣いて別の部署行くとかよくあることなんですけど、景色だったですよね、はい、それをこうやって石井さんが原稿を取って秋月さんがっていう、はい、そういう中でねちゃんと一冊できて、おまけに今回はね私これは神様の褒美だと思っていることがあって、秋月さんが担当ね、はい、変わって文庫に行かれて、はい、その後に担当になった、はい、内藤純ちゃんがね、はい、ベラボニーいい女なんですよ。あら、それは素晴らしいですね、うん、もうこの年になると目見ただけで分かるというか、分かりますか、うん、分かりますよ。迷ってないというかね、迷いのない目ってちゃんと向き合ってる目っていうか、で私可愛い女の子見てお酒飲むのが本当好きなので彼女があのビール島だというのも分かって、これは北海道に何度か来てもらえるなと思って、はい、とにかく若い女の子をこっち振り向かせるためにいろんな努力をしてます、はい、お金も使えますし、はい、こうなるともうただのおっさんですけどね。内藤潤が私から離れていかないために、いかないように頑張ると。頑張ります、はい、これからも頑張ります。話をまとめますと、あれですね、我々もそんなにこう大きく出たり入ったりしないで、はい、もちろん単行本の担当者が移動して新しいパートナーをチームに迎え入れたと、はい、いうことはありましたけれど、結果良かったということですね。減った感じはしないんですよ、はい、こうやってずっとお付き合い続けて、ね、はい、これで何杯行っちゃうとかね、他の雑誌に行っちゃうとかそういうことじゃないので、チームはまだまだお嫌じゃなければ、はい、兵平線2007年の単行本ですから、はい、そうですね、久しぶりにですよね、うん、そうですよね。2007年、今2007年、17年ぶりですか。少し上手くなった、まあこれね大変ちょっとこう言葉が難しいですけど、上手くなったとか言ってもちょっと偉そうじゃないですか。いやいや、もうあの当時の石井さん、私にこれはちょっと下手ですからってはっきり言う人だったんで、どう、もう本当に素晴らしいと思います。当時から素晴らしかったですけど、兵平線と今回の谷から来た女の違いがどこにあるかっていうとですね、それ聞きたいの。桜木さんのなんか怒りがですね、何、ストレートに出なくなった。あ、そうだ、私あの30代の頃って怒りを元手に書いていた。
あ、そうですか、やっぱり、うん、怒ってた、怒ってましたよね、すっごく怒ってた、はい、なんだろうモチベーションっていうのは、怒りだった気がする、はい、そうだ、今回もところどころですね、うん、美和を眺める側の、うん、特に男性視点の視点人物に対して、うん、時々桜木さんの怒りというか、うん、呆れというか、うん、軽蔑の念みたいなものが行間に漂う時はあったんですけど、その辺は多少ちょっとご相談して削っていただいたりとか、うん、あんまりそういう感情がにじまないように仕上げていただいた結果の、はい、この一冊だかなと担当者としては思っています。指摘されて納得して削れるくらいの腕はついたということですかね、あの納得するくらいの、もう本当に描写が非常に淡々とした、うん、もうそぎ落とされた極限の言葉選びというか、うんうん、はい、もっと言ってくれ、これ以外の言葉はないという、はい、言葉だけで紡がれていて、うん、出てくる人たちが別に怒ったり、うん、泣いたり、うん、そんなにしてないんですけど、うん、読む側には怒りとか悲しみが行間からほのかに伝わってくると、それってすごくいい小説ってことじゃないですか。いい小説なんですよ。いや、もう宣伝これでバッチリですね、はい、本当だから非常に文芸的な小説、ね、そうなんですよね。だからあらすじを一言でとか言われたら難しいタイプの小説なんですよね。自分で説明できませんもん。難しいですよね、うん、はい、ちょっと一人の女性がそこにいると、うんうん、いうことしか筋としてはないんじゃないか。そうですよ、ね、と思います。なんか人間を描いたなという気持ちではいます。そういういい言葉が欲しかったんですよ。あ、そうなんだ、はい、言ってよ最初から。本当筋書きがないんですね。大変いいお話をたくさんいただきました。お互い年を取りましたね。そうですか。桜木さんは全くデビュー当時とお変わりない、うん、そうですか、はい、姿形はお変わりないです。大変素敵な作家ですね。石井さんも変わらないよね、はい、そうですか。30くらいでしょ、あったの。そうです、2006年ですから、うん、30になる年、29歳の春に会いましたね。じゃあ今の内藤潤と大した変わらない。変わらないですか、うん、そうだそう、ね、あの時氷平線を書かせた、いや、あの、もう続けてきてよかった。20年でもね、うん、新人賞お取りになってから20年以上ですけど、うん、そうですね、やっぱり生き残ってこられたっていうことが素晴らしいと思いますよ。やめなくてよかったし、やめようと思ったこともないんですけど、ずうずうしくずっとやっていくんだろうけど、いや、直木賞から11年でしょ。私偉いよね。偉いです。偉いよね。桜木さんって本当変わった方で、コンスタントにちゃんと帰ってるよね、はい、他にあんまりいないんですよ、うん、こういうタイプの方って。どういうタイプなの。つまりエンタメじゃないじゃないですか。分かりやすいストーリーがあったり、うん、ジャンルがないでしょ。まずミステリーでもないし、ジャンル言われるとね弱いの、はい、ジャンルがなくて、うん、その娯楽性みたいなものが前面には出てきていなくて、うんうん、それからシリーズものがないでしょ、はい、好きじゃないもん。毎回毎回本当にまっさらな世界を一から作っていかれるタイプ、うん、はい、そうです。何かしら挑戦してます、はい、にもかかわらずこれだけの読者に支持されていて、うん、ずっと生き残ってきて、うん、生き残ってるんですよね。いる、そうでしょう。だってさっきも聞いてたら、もう何年も先までずっと連載の予定があるわけでしょ、うん、だから体壊せないんですよ、はい、本当にすごいことだと思いますよ。毎回毎回全くまっさらなものを書くのに注文が途切れないし、うんうん、読者の方がしっかりいて、しかもそれはジャンルは何ですかって聞かれたらジャンルもないわけでしょ。分かんないですね。ストーリーも説明できなくてジャンルもなくて、そうご本人も次何書くかよく分からないまま筆をこう進めていかれるわけでしょ。こういう方は本当に珍しくて、本当もう奇跡だと思います。分断の奇跡ですよね。その時一番書きたいものを書いてる感じはする。最近は特に本当生まれながらの作家というか。いや、もっと言って。全身小説家。やった、なんか嘘くさ、はい、ということで、あんまりね喋るとだんだんこうおかしくなってくるので、もう褒められるの好きなので。谷から来た女っていう素晴らしい小説がとにかく出ました。出ましたので、はい、多くの方にぜひ書店に行って、はい、手に取っていただけたらと思います。多分なんか私も書いてて頭を殴られるような一行があるので、読者の方も一緒に私と一緒に殴られてみませんかっていう、そういう一冊です。そういう一冊です、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。桜木さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。